バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイも一人寂しくお届けするんですけれども、皆さんがいてくださるから心強いです。最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。今夜の1曲目はですね、私ちょっとね、昨日とても素敵な経験をさせていただきました。それでね、やっぱり思いを込めて歌えるって幸せだなっていうね、再度再認識した機会でしたので、この曲をお届けしたいと思います。皆さんのことを思って作りました。陽子でラブレターズ。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい。心と心を続けてく明日した曲は、陽子でラブレターズでした。実はですね、昨日今ね、鹿児島のラジオ局フレンズ FM というねラジオ局から 1,2,3 シオンでゴーという番組のパーソナリティをさせていただいておりますというのはね、このバニラスカイで何度も告知させていただいておりますが、その 1,2,3 シオンでゴーにご出演されています鹿児島を代表するねお寺西福寺の池口豪泉貫主とのねご縁で、その西福寺さんのね、昨日は青葉祭りというねお祝いのパーティーがありまして、そちらで歌う機会をいただきました。今回はねピアノの北園真由美さんと一緒に楽しくね、まあ2曲だったんですけれども、あっという間に終わっちゃったんですけれども、久々のね人前でのステージでしたので、ほんと楽しく歌うことができまして、でね、その時に私、西福寺さんとはいろんなご縁がありまして、いろいろとね私に気づきを与えてくださるタイミングにね関わることができているんです。その日々をね感謝することもできましたし、何よりもね西福寺の信者さんたちがね多く参列されていましたので、失礼のないようにね音時間をこういう風に私は発信していきというね決意も表明できたのかなと思っております。何よりですね、
人生の先輩方が多く参列されていらっしゃいましたので、歌い終わった後にですね、私の曲どのように伝わっているのかなっていうね、ちょっとしたなんていうのかな、心配ではないんですけれども、まあちょっとね、気になるところはありましたが、終わった後にね、多くの方々からね、素敵な歌でしたよって、歌声でしたよってね、頑張ってねとか、応援しますねとか、あったかいお言葉をたくさんいただきました。もうね、励みになりましたね。もう合わせて、もう皆様ありがとうございましたとね、この場をお借りしてお伝えしたいです。今ね、陽子は初のカバーアルバムスターズを作るためにね、クラウドファンディングに挑戦しております。今回はですね、200万円というね、大きな目標を設定しておりますが、 CD を作るときはですね、もうずっとね残るものですから、ちょっと妥協がね、私はできないんですね。で、作れば作るほど、リリースすればね、リリースするほど、あ、ここが良かった、あ、ここは次回のね反省点かなっていうのがやっぱりあるんですね。なので経費はね、惜しまないという言い方は変なんですけれども、本当はねもっとかかるんですよ。ですが、ミュージシャンの方々やレコーディングスタッフね、いろんな方々のねお力添えありで、その金額で制作することがね実現しますので、今まではねリリースライブとか、まあ、レコ発をもう見越してなので、クラウドファンディングでね、まあ、予約販売みたいなことをね挑戦しなくてもね、なんとかねこう進めていけたところもあったんですけれどもね、今はね皆さんにお会いしたくてもね、なかなかお会いできないですからね。でね、結構ね今回この挑戦するときにね、やっぱり心配しました。なんですが、あとね50日は来ております。でね、これからねちょっとお願いをしたりするね、メッセージをねお送りしたりとか、きちんと営業活動をしないといけないんですけれども、今はね素晴らしいことに陽子のクラウドファンディング進んでおりますからね、本当に応援してくださってる皆様ありがとうございます。びっくりしました。こんなにねすぐね集まるとは思っておりませんでした。本当ね皆さんのおかげで歌い続けることができています。本当にありがとうございます。陽子はですね、いろんな思いをね経て今日も生きることができております。そうするとですね、今まであんなに歌詞が生まれなかったのに、絞り出してみれば何かね、こうね、なぜか最近は新しい扉を開くことができたり、昔の自分、未来の自分ともね話ができて、その会話が楽しい、そういう作詞活動もできております。ですのでね、ぜひ陽子のね新曲もこのバニラスカイを通して、まあ来月ぐらいからね、ちょいちょいねショートバージョンでねお聴きいただけたりしたら面白いんじゃないかなとかね思ってますんでね、そちらもねお楽しみに、これからもラジオの方もお付き合いください。それではですね、今日はねちょっとねハピフルすぎてね、この曲をやっぱりお届けしたいかなと思っております。それではお聴きください。陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ、
広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要な愛。付き合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダーが、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるから、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる。何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛僕の中で生き続ける変わらない。 I love you、 ずっとずっとそばにいよう。お聴きいただきました曲は陽子でキス&ハグでした。これまた嬉しいお知らせを一つお聴きいただけないでしょうか。8月13日、鹿児島のね、海がとっても綺麗な、もうロケーション最高の場所、坊の津という場所がございます。鹿児島、ご存知の方はね、まあ、市内から1時間ちょっとで着く枕崎という、カツオがね、とても有名な枕崎市という場所があるんですけれども、そちらからもう少し走ったところ、まあ、鹿児島市内からね1時間半くらいかかるでしょうか。その場所に坊の津という場所があるんですけれども、坊の津の御崎祭りは毎年お盆の時期にございまして、とっても大人気のお祭りです。なんと陽子、今年その御崎祭りで歌う機会をいただきました。今回はアコースティックで、ねえ嬉しい。夏の夜空に花火が上がる前にお、イベントの大トリだそうで嬉しいですよ。陽子は今回歌ってございますがね、昨日もお世話になりましたピアノの北園真由美さんと、サウンドプロデュースでお世話になってる石井さんのギターとね、3人で音時間をお届けに参ります。ぜひぜひ8月13日は坊の津の御崎祭りで会いましょう。花火も一緒に楽しみましょうね。えまあね、結構ね動員数が多いと有名なお祭りなんですけれどもね、感染症対策をね取られながら2年ぶりの開催となるこのね大事な夜にね、皆さんぜひご一緒したいですね。今年はね結構花火大会とかもねあるみたいですからね。沖縄どうですかね。今年の夏はね沖縄に行けそうにないので、来年こそ、来年のいつだったら行けるかなって考えた時に、あ、春だとかね、ちょっと計画はね立てたいなとか思ってますんでね、早く FM ギノワンのねスタジオから生放送お届けしたいですね。生ライブもほぼ歌ってやろうみたいなねそんな感じでね、ちょっとね目標を立てながら毎日楽しく音時間を過ごしたいと思います。ではね、ちょっと今日はね、昨日がハッピーでした、これからこんなことありますってお花畑の中にいるね陽子がね、この曲をお届けしたいなと思います。夏が近づくと、そして私が仮タイトルでねお盆と名付けたこの曲、陽子でサイ。
風空の淵に届けそうな雲の峰の下に一面のひまわり膝かり響く子供の声不意に虹かける水しぶき時計の針の先に何にも縛られない世界今も過去も未来も同じ場所に帰るほら今手を灯ったように動こう染まってく朱鑑の隅でに彩雲のように染まる雲の下縁日の人波白牡蠣に響く蝉の声夕立に香る夏のお聴きいただきました曲は陽子でサイでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。実はですね、まあ私事になるんですけれども、最近いろんなことが世の中の仕組みっていうことではないと思うんですけれども、生きていく上でいろんなね仕組みがねちょっとずつというよりまあだいぶ理解できることがね増えてきた気がするんです。このね感覚っていうのは10代の時にね、私分かってるから何でも自分でできるからとかいうね、ああいうことじゃないんですよね。昔のこと、ああいうことってああいう風に思っていたわけじゃないんだと、こんな風に感じているからあんな表現をされたんだろうなとか、ある意味相手を思いやる気持ちですよね。その思いやりの仕方がね、最近ちょっと自分は深まってきたのかなって思えることがあります。もちろんね、私も人間なのでね、怒ってるつもりはないのに怒ってるって言われてしまったりまあそれはしょうがないですよ、お母さんなんでそんなものでしょ。だからかな、うちの母がね口うるさいなってももちろん思ったこともありますし、なんでいつも怒ってるのかなって思ったこともあります。だけどそうじゃなかったんですよね。このねラジオを聞きのお母さん、お母さんだけじゃなくてお父さんもですし、まあ私のね年齢よりの先輩方かな、納得いただけることってちょっとあると思うんですよ。なのでね、まあ私若い時はね勘違いされないようなね態度を取ればいいじゃないみたいなことをね、思っておりましたが、そういうことじゃないですよね。もう二重にも三重にも相手のことを思いやる時って、どうしたらいいのかなって考えて考えて、結局ストレートに物事を発してしまったり、あこういう言い方をした方が伝わるだろうと思っても意外と相手には、その通りに伝わらなかったりとかね、いろんなことが、まあ言葉ですからね、人もね感情を込めたつもりでも、あと育った環境が違ったり経験が違うとね、ストレートに捉えていただけないことも多いからですね。まあそんなねことでね、やっぱり言霊とか、
言葉の体温ってね大事だなとかも思うんですけれども、まあ陽子はね最近ね物事の仕組みって言っていいのかな、やっぱりこのねちょっと、言葉をちょっと探しておきますね。とにかくあこのことはこういう気づきのためにあったんだろうなとかさ、そういうことがね増えましてね、そうすると自然とね感謝ができるんですね。なので本当お仕事があってありがたいなって、どんなお仕事の内容だったとしてもね、自分がこれは引き受けるって心に決めたことは全て音時間につながるんです。なので全て私は感謝できるんですね。今までね感謝してきたつもりでも足りなかったんだなとただ反省しております。今までねご迷惑とかご心配をおかけした皆さんごめんなさいって思うこともたくさんあります。ただね今も見守ってくださってる方々、応援してくださってる方々、当たり前のように寄り添って支えてくださる方々、陽子はねまたこいつ当たり前だと思ってるなって思わせてしまうかもしれないんですけれども、本当ねそうは思ってませんよ。本当にね感謝をして、だからこそ最近ね東京ドームでどうやったら歌えるのかめちゃくちゃ考えてます。自分がね音時間でね目標に掲げたことを早い時間でクリアしていく、でまた次の目標を皆さんと立ててよし次行こうって、その輪がね広まれば広まるほどきっと、いや絶対かな、もうハッピーの輪が広がる、平和であると私は信じて、自分がこうしたいからこういう目標をね叶えるんだではなく、私が歌うことでハッピーの平和の輪が広がる、それはもう自信を持って確信してね進めていきたいなと、いろんなプロジェクトをと思っておりますので、ぜひぜひ今後もお付き合いいただきたいです。私はね皆さんに生かされております。なのでね本当この世にね産んで育ててくれた両親はじめ家族にも感謝ですし、私をね生かしてくれてる子供ねたちにも感謝ですね。ほんともう家族みんな、そして私は最近気づきました。音楽仲間がねある時期からいなくなっちゃって寂しいなと思った時に、周りには一流のプロフェッショナルばかりでした。その時にね私は一番底辺におりまして、すっごくね引き上げていただく、そのね引き上げてくださるパワーになかなかついていけない時期もあったけれども、それでも必死になってどうにかこうにかついていく、しがみついておりました。するとねシンガーソングライター歴7年になりましたが、皆さんのおかげでね今そのしがみついていたが対等だよと、何よりも陽子ちゃんの大事な人は私たちも大事だし、音時間を過ごす音楽仲間はもう家族だなと、家族のようにじゃなくて家族だから、もっともっとこの方々とのご縁を大事にしていきたいということはね、そういうことは多くの方々とこの家族と一緒にね音時間を共有できるようにもっともっと売れていかないかなとそう、よくはね旗を振ってその方向に、平和の旗を振って一緒に音時間奏でていきたい、そして応援してくださる方々と家族みんなでね、そう陽子バンド家族ですからね、なのでみんなと一緒に旗振った先で待ってくださってる、応援してくださってる方々と一緒にね音時間楽しんでいきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、もうねこの番組最後でねちょっと熱いこと話してますけれども、一日一日ね無駄にせずに皆さんとね濃ゆくお付き合いできたらと思ってますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。来週も新しいネタ仕入れてきますよ。いろんなことをねお互いねハッピーに過ごしていきましょうね。皆さんの幸せを願っております。ではでは、一週間寂しいですがまた1週間後にお会いしましょう。皆さんの
ヨコでした。では一緒にせーの、バイバイハッピー。